辛いさん。バウアーの球筋は十分研究して分かっている。足で攻めていきたい。前回はあまり傾向やデータがなかったとした上で、3度目の登板となる強敵に今回はミーティングする材料が整っている状況だし、実際に打席に立って球筋も分かっている。スタートの段階でいろんなものを頭に入れて対戦できるかなとうなずいた。大リーグの際、ヤングショー・ウワンは9日の巨人戦で2盗塁を許すなどして調子を崩し、6回7失点。機動力野球を掲げる指揮官はバンバンに足を絡めたい。そう記事に書いておいてくださいとにやりと笑った。広島の打線ならあんなゴミ余裕やろ。球筋だと足を絡めるだと卑猥だな。クイックホンマクソやから盗塁しまくりやろなとか言っててないと、打線速言黙ってあるからいいぞ広島、もっとやれ。足裏使わなくても勝てるぞ多分。そういえばバワーって先週動画あげたん？短縮シーズンでサイ・ヤング賞を取っただけで過大評価されてるよな。足を使うには出塁しなきゃいけないんやが大丈夫そう？バントの構えするだけでイラつきそう。出塁はできるけど相手関係なく残塁が多いだけだからな広島。ご視聴ありがとうございました。